guys, my name is Selena and welcome to or back to my channel. 今回の動画では私のリアルな1週間の食生活をお届けしていきたいと思います。結構みんなにダイエットしてるのって聞かれるんだけど、ダイエットはしていません。ダイエットとかにはあまり賛成しないです。食べたい時に食べるのが一番だと思うの。だから私のチャンネルでは一切体重は公開していません。家にもね、体重計置いてないの。参考にしたいから体重気になるという方もいらっしゃると思うんですけど、私はなんか数字とかに注目せずに見た目で決めた方がいいと思う。あとね、一人暮らし始めてから自炊すごい頑張ってます料理得意じゃないし、多分なんかこれからお見せする映像でもわかると思うんですけど、なんかナイフ使うの苦手。いつも自分のこと切りそうで、それぐらい自分のことを信用してないっていう。いや、もうだんだん慣れてきたって感じ決してお腹が空いていても、なんかイリーナは朝ごはん食べてないから私も食べないようにするって思わないでください。私は自分の体に合うメニューを決めてるだけなので、日によって夏バテで1日1食しか食べてない日もあったりするんですけど、ご心配なく。無理やり食べないようにしてるってわけじゃないので、私はお腹空いてる時に食べてるって感じです。あと毎朝抹茶豆乳、 I love抹茶豆乳飲んでるんですけど、動画で毎回見せるとしつこいかなと思って、そこはカットしました、今回それでは早速動画に入っていきましょう。今日の夜ご飯は冷やし中華です。ハムが好きじゃないので、代わりにベーコン入れて、きゅうり、卵、レタスと生姜のペーストっていうのかな、を上にポンってのせた感じ。見た目すごい微妙だけど、 Let's taste test。うん、私よりめっちゃ美味しいんだけど8時7分でこれからスムージーを作っていきます。はい、でヨガクラス終わってお家に帰ってきました。これからお昼を作っていきたいと思います。じゃん。最後まで使い切るよ。ランチ完成です。こういう感じ。この後また用事があって、あと30分ぐらいで出ないといけないので、見た目とか気にしないでそのままバッて皿の上に乗せています。私流の昆布サラダを作ったんですけど、ミックスグリーンズとエビ、コーン、アボカド、これとあとちょっと甘いものも飲みたかったので、このコップにリンゴジュースを入れました。
Bon appétit. Vlog. As you guys can see, yesterday I was getting my nails and my hair done. Yep. So we're headed to wherever I'm supposed to be. I'm starving. Ha 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 ha. My favorite. めっちゃライティング悪いし、すごい光って見えるね。Anyways、私の夜ご飯です。ちょっとさっき帰ってきたばかりで、今8時59分。私の大好きなフリホレーズっていうお店で、ここのブリトー本当に美味しいの。あの、ウーバーイーツできないかと思ったんだけど、多分新しく追加されて。So、かじって中に何入ってるか見せるね。でこちらのチパオレのタバスコをかけて食べてます。見えづらいと思うけどこれでちょっとずつかけて、なんだろ、今日は冷やし中華で、この前の残り物、みゆきも食べてるよ。みゆきはベーコンなしの油揚げ。油揚げなんか舌が少ない。ねえ、ちょっとみゆきがやる。おお、上手。あと20分ぐらいで家出ないといけなくて、アマテラスとのコラボで今日は一緒にインスタライブをやっていきます。準備、洗濯、掃除とか朝起きてやったので、お昼作る時間あんまなくて、なので今日は適当にちゃちゃっと作っちゃいました。こちらの和風サラダ、トッピングは玉ねぎとわかめ、コストコでこの前買ったシュリンプダンプリン、あとはキャベツのお味噌汁で、ドリンクはリンゴジュース。完食しました。で、今日のデザートはウィロー。私ちっちゃい時からウィロー大好きで、特に抹茶ウィロー。ました。もう1時間もないんだけど、あと45分50分ぐらいでまた家出ないといけなくて、これから友達と一緒に逗子で行われるイベントに行ってきます。9時ぐらいにみんなとその仕事終わりにミートアップっていうか集合してから、あの車で移動するので結構タイトスケジュール、食べる時間もないので今のうちにあの食べちゃおうかなと思ってウーバーイーツしちゃいました。今日はオムレツ、なんかライスと卵食べたいなと思ってオムレツを注文しました。ちょっと疲れてんの。コーヒーじゃなくてソーダを飲むことにしました。これジンジャーエール、めっちゃうまそうなんだけど、見てこれ。うん、うまっ。乾杯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 。あ、いいよいいよ。サラダと
ピッツァー、マルゲリータ、フリットでイタリアンソルトパラパラってやって食べるそうです。何頼みました？ポルチーニ、ソース、ポルチーニのリゾット、ナイス、美味しそうね。卵をよく混ぜてから召し上がります。ライトです。ミキさんのパスタは？何ですか？トリュフのペペロンチーノ。デザートはパンナコッタ。宮崎のマンゴーらしいです。お父さんチームは？ピスタチオ、ジェラート。株主の優待券があるので今日のお昼はマックにしたいと思います。こういう感じでバーガー、サイドメニューとドリンクが選べるの。買ってるもの、いつも一緒決まってるんだけど、ドリンクはファンタグレープ、 I love ファンタグレープ。サイドはもちろんポテトなんですけど、バーガーがね、エビフィレオです。マックのお肉のバーガーちょっと苦手で、いつもエビフィレオを頼んでいます。味噌汁に入れる材料、長ネギ、人参、小松菜、豆腐となめこです。OK、乗せていきますね。イエーイ、今日のディナー、初めて自分でポケボール作ってみたんだけど、お昼マック食べてちょっと野菜が何もなかったので、夜は多めにしました。いただきます。本日のお昼です。麻婆茄子を作りました。豆腐も足せばよかったなと思ってるんだけど、まあこういう感じ。茄子、ひき肉、長ネギとご飯で、今日はちょっとパソコンで編集しながら食べようかなと思うので、ダイニングじゃないテーブルの方で食べております。今日の夜ご飯はこちらです。今ちょうどこれ見えるかな、8時21分で、まだ仕事してるというか、今週の火曜日だからあと、3日かなに載せる動画の編集はもう終わったところなんだけど、まだ仕事していて、一回集中モードに入ってると違うことできないのなので、いつもより今日は遅めに夜ご飯を食べています。で、料理するのもちょっとめんどくさいというか、もう今日疲れてお風呂入って寝たいので、はい、簡単なものを作っちゃいました。家にあるおかずをこのお皿に乗せました。ちょっと合わないかもしれないけど、きゅうりの漬物、ひじきと、あとポテトサラダで、こちらはめんつゆ、ネギと生姜を足しました。うん、デザートはゴールデンキウイと、なんだっけ、みたらし団子。みたらし団子大好き。ゴールデンキウイも好き。これで動画終わります。最後まで見てくれてありがとうございます。 Thank you so much for watching until the end, and I'll see you in my next video. また次回のビデオでお会いしましょう。 Bye guys!